ロジャーバローズと浜中卓ジョッキー優勝おめでとうございます。はい、日本ダービーがね、今日あって、まあ、先ほどね終わりました。ただいまの時刻はですね、5月26日の19時32分と、まあ、なっています。はい、まあ、今回のダービーなんですけどね、まあ、僕はね、まあ、今まで2年連続で現地で見てたんですけども、今年は残念なことにね、まあ、労働をね、しなければならなかったんで、まあ、労働してたんですけども、まあ、その合間にね、うん、まあ、テレビでね、ちゃんと見ることができました。まあ、その時の様子をね、まあ、動画、まあ、先ほど上げたんで、まあ、ぜひね、ご覧になってください。非常にね、僕がね、生き生きとね、してる様子がね、映ってるんで、まあ、楽しそうな僕がね、見れますよ。はい。まあ、今年のダービーなんですけど、まあ、楽しかったですね。うん。非常にいいレースだったと思いますね。いや、もう前、予想を外してね、もう馬券当たってないくせに楽しかったとかのんきなこと言ってね、余ったれてんじゃねえよっていう意見もね、あると思うんですけど、まあでも楽しかったのは事実なんでね、うん。まあ先ほど上げた動画見てもらえればわかるんですけど、僕非常に楽しそうにしてます。はい、ぜひ見てください。お願いします。まあ今回のダービー、うん。まあロジャー・バローズは、はっきり言ってね、ノーマークだったな。もう全然見てなかったな。もう、そんなんじゃなくてね、もう、竹の下さんが出るとかね、横山武がどうだとかね、そんなことばっかに目がいっててね、いやー、でも竹の下さんね、ダービー初騎乗って感じだったけど、浜中ジョッキーもダービー初騎乗だったんだね。そっち気づかなかったな。うん。いやー、すごかったっすね。うん、まあ、スタートで、まあ、リオンリオンの横山武ジョッキーがね、あそこまで飛ばして、逃げるのはちょっと予想外でしたね。57秒ですよ、1000メーター。すごいね。さすが DNA ですね。親子の DNA ですね。ノリさん。ノリさんの息子ですね、さすが。で、そこから離れた2番手で、2番手でもちょっと離れた2番手、ポツンとした 2番手で、実質逃げ打ってたロジャー・バローズが、あれ残すんですね。後ろから最後、戸崎さんのダノン・キングリーがすごい勢いできたのに、あー刺されてね、あー戸崎かーっていう風に思って見てたんですけど、なんか残しましたね。あ、すごいスタミナありますね。だから菊花賞も期待していいんじゃないかなっていう気が、ちょっと気が早いかな、それは。まあ、わかんないけども、まだちょっとこの一戦だけだとなんかどうにもこうにも判断できなくて、まあまあ勝った馬が強いからロジャー・バローズがね、強いに決まってるんですけども、うん。まだサートルナーリアの出遅れですね。まあ、サートルナーリアはちょっとね、走る前からすごいチャカチャカしててね、もう首を上下左右してて、あれもネックストレッチつけないとダメだろうみたいに思って見てたんですけど、まあ、その不安が的中というよりかは、やっぱ最後距離が持ってないような気がするんだよね、やっぱ。うん、やっぱもうちょっと短い距離でね、見たいなという気がしました。うん。で、まあまあ僕のね、僕の成績なんですけども、まあ、買った馬券がですね、こうですよ。三連複のフォーメーションで、まあ、動画上げた通りなんですけども、サートルナーリア本命が西野デイジーだったんで、西野デイジー、サートルナーリア、ダノンキングリーを1列目2列目に置いてね、3列目にそれプラス、なんだ、はい、ヴィンとランフォザローゼス、リオンリオンを入れたという、まあ、そういう形でね、まあ、全然当たってないんですけども、あとね、まあ、せっかくなんで記念にね、まあ、これビントの単勝単幅馬券ですね、これ。竹下ジョッキーで、リオンリオンと、これ西野デイジーですね。はい。まあ現地ですごい見たかったなと思ったのが、ジョッキー紹介セレモニーの時に、まあ、竹下さんの時の歓声すごかったですね。うん。あれすごいびっくりしたな、本当に。うん。まあ、もっとね、なんだろう、ビントが、ロジャー・バローズぐらいの位置で進めるのかなと思ったけど、無理させませんでしたね。なんかちょっとスタートはちょっと押してたような気がするんですけど、すぐスッと下げたんで、ちょっと無理させないで後ろからにしたのかなっていう。まあでも、後ろからとはいえ、最後ちゃんと伸びてたんでね、坂も普通に駆け上がってきてて、上がりの足もそんなに悪くなかったと思うんで、まあ、これからですね、うん、まあまだ、連投で未勝利500万って上がってきたばっかなんで、ヴィントはこれからもね、これから竹下さんとのコンビでね、まあ、どんどん1000万、1600万、オープン重賞と見ていきたいなというふうに思いました。もう故障変わるんだっけ？もう来週から500万とか言わないんだっけ？ 2 勝クラスとか言うんだっけ？まあそのうちなれると思うけど。はい。まあ、そんな感じですね。うん。いやでも戸崎さんは勝てませんね、なかなかダービーが。なんかもうこれ東京ダービーの的場さんみたいになってますね、もう。はい。
うん、あとまあ本命の西野レイジの話なんだけども、今回はちゃんと折り合ってた気がするんだよな。うん、ちゃんとね内側に入って溜めたいってコメント通りにちゃんと内側に入れて溜めてね、もう喧嘩もしないでちゃんと勝浦さんと手が合ってうまくいって、で直線に入ってね伸びてきてたし、一回止まりかけたんだけども手前変えてからさらにもう一回スイッチ入って、俺普通途中3着来たんじゃないかなっていうふうに思ったぐらいの勢いで来てたから、やっぱ東京コースですね。あとまあ嬉しかったのが西野デイジーね、もう終わったんじゃないかっていう、早熟でねもう枯れ果ててしまったっていう声があったと思うんですけど、そんなことがなかったということがね証明されてすごい嬉しかったですね。うん、あの西山オーナーが勝浦さんはダービーまでは乗せるみたいなことを言ってたと思うんですけどね、まあ、5着掲示板に乗っけてね、もうだいぶ賞金も持ち帰ったと思うんで、まだまだいけると思うんで、ぜひねこれからも勝浦さんと西野デイジーのコンビで見たいなというふうに思いましたね。はい、あとはまあそんな感じかな。うん、まあリオンリオンですよ、今回の主役はリオンリオンですよ、はっきり言ってね。でもリオンリオンがもうアシストしたと言っても過言じゃないんじゃないですか、あれは57秒で言ってね。うん、いやまあでもいいレースでしたね、なんか見応えのあるレースだったかなというふうに思いました。はい、まあそうだな、うん、ベロックスが3着に来たのはちょっとごめんなさいって感じですね。中山でねいいパフォーマンス見せて、府中じゃ下がる、府中じゃ向かないって思ってたけど、やっぱちゃんと上がってきたので、それは僕の見当違いでしたね。はい、そんな感じですね、ダービーは。うん、現地で見たかったなと非常に思いました。来年は現地で見れたらいいなと思います。はい、でまああと一応目黒記念の話もするんだけども、目黒記念は全然ダメだったら、本当本命のねポポカテペトルがねもう大差の最下位でね終わってしまいました。いやーでもあのあれなんだろう、あれ失速とかじゃなくて反動してなかった気がするんだよな、直線なんか前目でね運んでね、あ今回前目なんだなって思ったら、最後3コーナー4コーナーで足が上がってるわけでもないんだけど、ムチをパンパンってめちゃめちゃ入れて動かそうとしても全然反応しなくて、でそれでなんかもうデムーロさんがもう無理に行かせないでそのまま流してたように見えるんだけども、あれは何だったんでしょうね、まだちょっとよくわからない、怪我じゃないといいと思うけど、多分あの感じの怪我ではないと思うんだよ、全然やる気がなかったっていうスイッチが入ってなかったのかね、のほほんとしてて、うん、そんな感じがしてね。いやーちょっとここまで負けるとは思わなかったから、ちょっと残念でしたね。うん、まあ次がね、次がどうなのかなっていう感じで、次どう使うのかわからないけども、ポポカテペトルに関してはあれは何だったんだろうな、本当にちょっと残念ですね。うん、叩きってわけじゃないと思うし、だいたいポポカテペトルの今の立場からしてね、 G2 を叩きに使えるような馬じゃないんで、まだ重賞も一回分かったことない馬なんで、ちょっとわからないんですけど、まあ次がどうかなって感じですね。やっぱ関東合わないのかな、あと暑いのが合わないのかな、すごい暑かったもんね今日。うん、そうですね、まあアクションスターとかにも全然負けちゃってるし、あとアクションスターが普通にいい足使ってたのがびっくりしたな。だってすごい高速馬場のレコードみたいなのが出る馬場でちゃんと前についてってさ入着するんだから、やっぱねすごい馬ですよアクションスターは、丈夫だし。うん、でブラストンピースも全然ダメだったしね、あれはいくらなんでも負けすぎかなって、59キロを言い訳にできないレベルの負け方だったんで、ちょっとこの後凱旋門を目指すのか分かんないんですけど、あサーテルナーリアは凱旋門を目指さないんですよね、確か目指さないって明言したってニュースを先ほど見たんですけど、うん、まあまあな、2400はやっぱ長いよ、サーテルナーリア前売りでね、前売りでねブイブイ言わせてってほしいですね。まあ、前売りといえば、まあ、来週安田記念なんですけど、まあ、安田記念はねどう買うかっていうのはこれから考えます。うん、まあ、この動画をねいつも見てる人はわかると思うんですけども、まあどの馬から行こうかなっていうことで、まあ多分僕アーモンドアイにはしないと思いますね。うん、なんかさ、なんだろうな、一番に圧倒的に一番人気の馬を本命にしたくないんですよ、なんか、まあ、こういう性格の人多分競馬向いてないと思うんですけど、
で、強い馬を好きにならないと競馬っていうのは向いてないんですよ。でも僕はなんか火の打ちどころのような強い馬ってあんま好きじゃなくて、なんかちょっと癖のある馬ばっか好きになっちゃうんですよね。だからあんま向いてないんですけども、今回もな、なんかサートルナーリアは、サートルナーリア結果的に4着で負けてるんだけども、なんかどうにもサートルナーリアをね本命にする気が全然起きなかったんだよね。うん、取ってつけたからいろいろ荒探ししたけど、やっぱなんか西野デイジー勝浦とかさ、ビント竹の下とか応援したくなるわけよ。うん、でも多分こういう性格の人は競馬向いてないです、はっきり言って。うん、でもね、競馬を好きになっちゃったんだからしょうがないんだけども、まあでも今回のナビはね、すごい応援しがいのある馬がいっぱいいてね、見てて楽しかったですよねえ。うん、勝浦さん惜しかったね、ほんと。竹の下さんもね頑張りましたね。うん、これからどうなるかですね。これからがまた楽しみかなっていうふうに思いました。はい、まあだらだらとね、まあ、昨日抜けたようなトークをね、ここまで聞いてくれる人が何人いるか知らないですけど、まあ、好きにね喋らせてもらいました。またね、これからもぜひよろしくお願いします。はい、以上です。